だからそのリズムが変わればあのツンツッターンのリズムに頭から入ってなんかそこでちょっとフレーズプランのイントロっぽくするとか。I love you っていう楽曲が全ての肝になったなとは思っていて、今までドストレートにいろんなこと言ってきたし、横文字ほとんど使ったことないバンドではあるんですけど、自分たちが伝えたい気持ちであったりとか、それの受け取り方の幅みたいなのをすごく広げてくれる言葉だと思ったので、自分の中でめちゃくちゃ腑に落ちて、これ以外ないだろうって思いますね。ならなかった。一人で生きていた。